隊長のウミウシラジオ。皆さんこんにちは、こんばんは、そしておはようございます。隊長です。隊長のウミウシラジオ第15回目、YouTube が5回目ですかね。はい、お久しぶりでございます。ね、最近ウミウシラジオの方の更新が遅い分ですね、別のねブログもちょいちょいとなるだけ書いてるようにしてるんですけどね、そちらもご覧にいただけましたでしょうかね。まあ大したこと書いてないんですけどね、お酒の話とか、まああとナショナルジオグラフィックチャンネルのサイトから、ちょっと海関係のね、ニュースも引っ張ってきたりとかもしてね、ブログ自体を活性化させようという形で、始めております。はい、ね、ウミウシラジオをもっとどんどん更新できればいいんですけどね、なかなかねめんどくさがりなんでね、いやダメですね、めんどくさがりじゃ。はい、どんどんこっちの方も頑張っていきたいと思いますね。で、いやもうね、暑いですね、とにかく。もう訳の分かんないテンションになってます、暑すぎてつい先日久々にですねスーツを着て炎天下の中仕事の打ち合わせに行ってきたんですけれど、いやーもうほんとね、着慣れないスーツ着てもう暑いですねあれもういつもスーツ着てる方とかもうすごいなと、大変だなとね、なんか改めて思いましたもうチャランポランね、いつもラフな格好しかしないのでねいやもうまあでもちょっとね、ああいうのをスーツとか着るとね、身がね引き締まる思いというかね、なんか仕事モードに入れるなっていうふうには感じましたね。たまに着るのもいいもんですね、スーツとかね。いやもうちょっと着慣れた方がいいのかな それではウミウシ紹介していきたいと思います。今回、ご紹介するウミウシはこちら、ゴマフビロードウミウシ。分類といたしましては、ラサイ目、ドーリスア目、ドーリスカ、ヨルナン族、ヨルンナ族ですね失礼いたしました、ヨルンナ族です。はい、かわいいですね、モフモフしてますね。はい、非常に繊細な、感じといいますか、線の細い、感じの虹エラがとても綺麗なウミウシですね。はい、今回私が撮ったやつは白なんですけど、黄色いやつもいるようです。あとね、このヨルンナ族というのは結構モフモフしたやつが多いみたいですね。モフモフしたというか、ちょっとなんていうんですかね、平べったくはない感じのウミウシの種類っぽいですね、見た感じ、調べた感じなんですけれども、結構いろんなところにいるみたいですね。あまり僕も遭遇したことはないんですけど、非常に可愛いですね。なんかなんて言うんだろう、こうモフモフなんて言うんだろう、モフモフですね実際にね触ったことはないんですけど、とてもなんかモフモフですね触ったらモフモフなんですかね、本当に。これは以前にブログの方でも紹介してるんですけど、漢字で書くとすごいですよねゴマフビロードウミウシ。毎回思いますけど、ネーミングセンス、ウミウシの名前つけた人って
すごいですよね、センスが。まあ、結構見たまんまっていう感じもしないでもないんですけど、やっぱこのゴマフっていうのはあれですかね、あのこの粒々がそんな感じなんですかね。非常に可愛らしい虫です。はい、はい、ということで隊長のウミウシラジオ終わりの時間が近づいてまいりましたね。え、非常に暑い日が続いております。8月のね前半、まあまだ上旬なんですけど、前半のはね比較的関東付近はね涼しい日が続いておりますけどね、続いておりましたけど、なんかまた半ば頃から、まあ、どんどん暑くなっていくようです。するとね、あのゲリラ豪雨ですか、あれすごいですね。うちの近くでももう一気に雨が降ってね、道路がもう川のようになっちゃったりとか、非常にねいきなり降り出したりとかすると危ないんでね、皆さんも気をつけていただきたいと思いますね。あと熱中症ですね、本当危ないですからね。ふらっとね来たら無理せず水分補給して休憩してね、日陰に入って休憩してね、体をね少し休めて、ね、熱中症にならないように気をつけていただきたいと思います。はい、今後もですね、ミューシラジオはまあ不定期でやっていきますけれども、ね、ブログはできるだけ、ね、更新していって、ね、皆さんがに、ね、忘れ去られないように気をつけたいと思います、ね、またコメントなんかいただけますとすごい励みになりますし、質問と、ね、こんなコーナーやってほしいとかいうご要望なんかも、ね、受け付けておりますので、お気軽にコメントいただければありがたいと思います。はい、それでは今回はこれで終わりにしたいと思います。隊長のウミウシラジオ、隊長がお送りしました。ではでは、さようなら。